学校図書館は、初等教育を行う学校と、中等教育を行う学校に置かれる、図書館設備のことである。他の図書館種別と比べて歴史が浅く、先進国であるアメリカ合衆国においても、重要性が認識されたのは20世紀以降のことで、ある。学校図書館で学ぶ、生徒、学校図書館、メディアセンターとも呼ばれ、スプートニクショックを背景1 9 5 0年代に、 普及が進んだ。アメリカ図書館協会は、当該施設の目標を学校に通学する児童生徒や教師など、学校内のすべてのメンバーが公平に情報と情報技術にアクセスすることとしている。2003年現在93%の学校に設置されており、学校司書教諭、またはライブラリーテクニシャンが置かれるが、これらの普及率は週によって異なる。 学校図書館法の第2条において定義がされており、学校図書館とは、学校において図書、資格聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料を収集し、整理し、及び保存し、これを児童または生徒及び教員の利用に供することによって、学校の教育過程の展開に寄与するとともに、児童または生徒の健全な教養を育成することを目的として、 設けられる学校の設備とされている。学校教育において書くことのできない基礎的な設備とされ、その健全な発達は学校教育を充実につながると考えられている。そのため、初等教育と中等教育の段階にある学校には設けなければならないとされている。学校図書館法が制定される以前の第二次世界大戦以前から図書館設備を持つ。 学校は存在したが、筆致となったのは、同法制定以後のことである。筆致となった背景には、アメリカ教育施設団報告書の中で、教師が一つの教科書で教育すると、思想教育に陥る危険があり、子供が多様な意見、主張を行えるように、環境整備を行うことの必要性を説いたことにある。また、学校の設置者も、 学校図書館法の目的が十分に達成される要素の設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならないとされている。なお、法律上の学校図書館は、建物の名称ではなく、設備の名称である。図書館という名称の独立した建物ではなく、一般教室と同じ校舎内などに図書室を設けている学校が多いが、これらも、 法律上の学校図書館である。専門的職務を司るため書教諭を置かなければならないとされている。1997年6月に学校図書館法の一部を改正する法律が可決されるまでは、司書教諭の配置緩和条項が不足第二項に記されていた。司書教諭は主観教諭、指導教諭または教諭を持ってあげられ、これらの主観教諭。 指導教諭、教諭は、司書教諭の講習を終了したものでなければならない。また、2015年4月1日の改正により、司書教諭のほかにも、専任職員として、学校司書を置くよめなければならないと定められた。上記教諭等の指導により、児童会活動、生徒会活動の一環として設置されることが多い。図書員の児童、生徒の仕事は、本の貸し出し、 返却や資料整理、調査統計、広報、環境整備など多岐にわたる。学校は、概ね次のような方法によって、児童または生徒及び、教員の利用に共するものとされている。また、その目的を達成するのに、支障のない限度において、一般講習に利用させることができる。2007年に、学校図書館振興法が制定されている。 文化観光部は2007年から読書振興政策を掲げており、教育認定資源部は学校図書館振興法に基づき5年ごとに学校図書館振興基本計画を策定している。ABC 子供クラブ編 2012P40ABCDEFG その他の諸外国の読書活動。国立青少年教育振興機構。2017年11月29日閲覧。 子供クラブ編 2012P41 黒沢博志 2001P10 ありがとうございます。